今日ちょっとね、喉の調子あんま良くないんですけども、頑張ります。今日はですね、このマグナムフォトズのページ、こちらをね、一つ参考にしながら、皆さんにですね、お伝えしたいことあるんで話していきたいんですけども、写真から感じるシルレアル、ここ最近何度か喋ってきました。これをね、すごく写真から教えてくれる、このね、写真家さんがいるなっていうところで、このページで紹介されているのは、アレックス・ウェッブ。マグナムフォトズに所属している写真家ですね。この人の撮る写真っていうのが、どこか奇妙で驚くような、そして少しだけシルレアルだっていう風なタイトルで紹介されているんです。このシルレアルっていうところですね、今回注目していきたいんですけども、ここ最近ね、話してきた宇津由美子さんの作品からシルレアリスムを感じられないかっていう話をしましたけども、ちょっと補足したいですけどもね、シルレアリスムって言ってしまうと、やはりね、特定の時代、特定の運動を指すことになってしまうので、このページで使われているようなシュルレアルっていう風な表現を当てはめるのが、まあ本来適切かなっていう風なことをですね、触れつつですね、はい、この人の写真がどこかシュルレアルだなっていう風なページの紹介です。この人の、ね、作品集でディスロケーションズっていうのはですね、はい、これも翻訳しようか、はい、ポッとね便利ですね、翻訳こんにゃくでちょっと翻訳をしましてですね、はい、これディスロケーションズっていう作品が、98年にね、出版されたんですよ。ハーバード大学の映画研究センターで作ったそうなんですね、うん、これはね40部しか作れなかったんだけどもね、それから25年が経った今、はい、オリジナル版を改訂して新装版としてですね、2023年秋にアパーチャーからですね出版ということで、その紹介文になるんですけどもね、はい、見てくださいこの人の写真、面白いですね。ごめんなさい、ちょっと声がねなかなか出にくい。僕ね、アレルギー性鼻炎生まれつき持ってて、毎日ね鼻洗い2回やんないともう呼吸できないようなね、それぐらい鼻が悪いですね。普通の人が普通に喋るようなことが僕はちょっとできない人間なんで、毎日鼻と喉と戦いながらね喋ってるんですけどもね、この動画ですいません、ちょっと聞き取りづらかったら申し訳ないんですけども、はい、この写真見てください。まず最初に目を引くのは色です。野菜が積み上がっているね、赤と緑がものすごいバキバキにね、色味出てますよね。でかつその後ろの壁もすごいよね。緑で塗られた壁とこのおっちゃんがね、赤いカゴを顔に囲っているね、うん、こういった対比、色の対比、はい、赤とね、赤、緑と緑っていうね対比がありますね。なんで黄色があってバナナも黄色いね、そういう風なバランスね、この3色がうまく組み合わさってる、まあちょっと青もね入ってますけどもね、はい、そこにおいて、ね、今度はこの人ね、この顔隠してる人後ろにもね、後ろっていうか鏡越しだよね、鏡越しに映ってる人の顔もバナナで隠れてる、こういった偶然の重なり合い、これによって引き起こされるシルレアルっていうのが一つ挙げられる。ここにおけるシルレアルは超濃厚な現実ね、現実があります。でも現実がさ重なって、あれなんだこれって、ね、現実が現実を超えちゃった、超えてないんだよ、超えてはいないの、現実が濃厚なんですよね、何重にも現実が重なってるっていうところね。だからこの色の過剰さっていうのもシルレアル感として捉えることができるね。やっぱストリートスナップを撮ってる人たちっていうのはこういう一枚をやっぱり目指してるわけですよね。ふとした瞬間に現れるシルレアル、ストリートスナップっていうことを考えてもね、言えるんじゃないかっていうことですね。はい、こちらを見てくださいこれもすごいよね、何やらね、石橋の上で自転車に乗って止まっている人がいるとね。でこの窓がなんかね、どうですかこれ、銃のスコープみたいなね形してますね。でそのスコープがさ、その奥にさ、何これサーファーがいるんですよ、どういう状況だとね。ここだって木が生えてんだよ、木が生えてんだけども、そのすぐ下にどうやら実は川があってね、そこをねサーファーがうーっと泳いできてる、その標準がピタッとあったところを撮ってるわけですね。すごいですね、うん、本来なんか重なり合うようなものではないってところで、え、これ目の錯覚かということを感じさせる、うん、でそのさスコープがさ、これおっちゃんの影の腹のところにはまってるってのも不思議ですねっていうところでね、うん、超濃厚な現実、これを感じられる瞬間をパシッと撮ると、あら、どういうことだとね、
日常の流れゆく時の中ではふとした瞬間すぎて通り過ぎてしまう、そういったところ写真は凝結することができるわけですね。凍結とも言えるかもしれない。この一枚の写真、静止画にするからこそ面白みがギュッと詰まる、そういう風な写真になっている。これはまたちょっと違う視点ですね。馬に乗った男性が通り過ぎる瞬間なんだけども、よく見るとこうね、ナンバープレート、車のナンバープレートがいっぱい敷き詰められている、そういうふうなところを通ってるんですね。で、これナンバープレートをまたいでる瞬間ですね、この馬がね。どういうことだと。これさ、よく見るとこの馬のさ、蹄がさ、この後ろ足ちょっと隠れてんだよね。段差になってんのか、なんなんだ。なんだか変な写真だなと思うわけですね。不思議な写真。これ一つ知れであるっていうふうに言えるんじゃないかっていうことでこのね紹介をされてるわけですね。これどうですかこれ。一瞬戸惑うよねこれね。男性が歩いてるね。でその足元ねラインが引かれてますね。でそのすぐ横こっちには看板があるんだと。看板の中におそらくこの街並みを描いた絵があって、いやちょっとこの絵の中と現実がなんかクロスしてるねみたいなね。でこっちもさ人二人でこっちも人二人なんですね。建物があってパースの感じもね似てるわけですよね。不思議な一致、偶然の重なり合いっていうところでのシュルレアルっていうことなんじゃないかと思うんですけども、あ、この一枚とかね僕大好きです。悩み込んでる男性、こっちは日陰でねちょっと眩しいっていうところでね顔に手をやってんだけども、そこのリンクであったりとかね、でもなんかみんななんか物うつげな感じなんですよね。そういった人の絶妙な配置にプラスされて、この信号機の柱ってところもなんかリンクしているようにも感じられてしまうね。柱で注目すると今度こっちの建物の柱もなんかそういった意味でもねつながりを感じる、偶然のつながりね。でなんか言語化するにはあまりにも些細なことですからね、言葉にしたらなんか面白くないんだけども、写真で見るとよくよく面白いなっていうふうなことを感じる、そういうふうな写真ですね。僕もこういう写真昔撮ってました。10代の頃ね街を歩いて、その頃キャノンの 10D かな、 10D にねシグマのレンズつけてね、僕はもう毎日右手にデジカメを持ってね街をさまよってましたけども、こういう風な瞬間を見つけたかったんですよね。なんか僕はねテーマとして街の中での舞台みたいなことを考えていてね、の皆さん一人一人はね歩いてるだけなんですよ。何の意識もなく歩いてるだけなんだけども、ふとした瞬間の重なり合いっていうところで、なんかあたかも舞台を見てるかのようなね、彼らが何かを演じてるかのように見えてしまうっていう習慣がね僕はたまらなく好きで、ストリートスナップやってた人間なんですけどもね、そういうのが感じられる、なんていうかな、だから重なり合いなんですよ。クロス、偶然の重なり合いによってなんだか意味合いが生まれるような瞬間がある。だこういうのを今言語化すると、あ、やっぱシュルレアルなんだなっていうふうなことにやっぱたどり着きますね。でそれってやっぱり写真だから感じられることができる感覚とも言えるんじゃないか。だってこれ動画だったら一人一人の人たちはねただ歩いてるだけなんですよ。ただそこにいるだけなんですよ。何の意図もないし、撮る側が強いることもできないですよね。例えばここに立ってくださいとかね、こう今歩いてくださいとか言って撮るわけでもないんですよね。それ言ったらやっぱストリートスナップじゃなくなっちゃうじゃないですか。やっぱ偶然なんですよね。偶然通りすがった人たちをパッとその瞬間に写真っていう一枚の静止画にするってところで生まれる、初めて感じられるものがある。これこそ一つシュルレアルと言えるんじゃないか。だからここ最近話してきたシュルレアルっていう風な視点、まず引き合いに出したのは宇津由美子さんでした。で由美子さんの作品っていうのはスティルライフ、要はテーブルとか家に何か物を置いて撮るっていうことですね。それはストリートスナップとはまたちょっと違うものなんだけどもね。でもそういった視点、そのシルレアルっていう視点はストリートスナップからも感じられるんだよっていうことをですね今日紹介したくて、このアレックス・ウェブさんの作品をですね見ていこうってことをやりました。まあこんな感じでうちのチャンネルでは写真とは何かね、写真で表せることは何なんだろうっていうことをですね、カメラの話じゃない写真の話としてお届けしています。皆さんのですねチャンネル登録とグッドボタン、それが更新の励みです。ということで今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではまた。